我が人生最悪の日もこうやって始まったのか。覆面の男が殺意を抱いてダンウォールタワーに接近している。もう一人の女王が殺され、もう一つの物語が終わる。今や王国は壊滅寸前だ。私がしようとしているのは少しはマシなことだろうか。あの女は一枚上手で、私は予想を裏切られた。だが私は王室護衛官である前にコルボだ。剣を持つ前は棒切れと壊れたグラスで戦った。手にできるものなら何でも使った。どのような計画を進めてきたのか知らないが、私はここまで来た。あの女を止めるために。予想、デリラのしたことには驚いたよ。こういう境遇で育ち、玉座を手に入れるなんて。どこに行けばデリラに会えるか知っているな。だがどうやって戦う？何かうまくいくアイデアでもあればいいんだがな。難しいだろうな。デリラとは戦う以外ないかもしれない。あの女はふさわしい報いを受けるべきだ。この年になると報いというものが何かわからなくなる。言った通り、昔からデリラを知っている。心に傷を負い、それでも抜け目なく方法を、這い上がる方法を探してきたのだ。きっと何よりも世界が素晴らしい場所だと想像する才能があったのだろう。もう少しマシな方向に向かってくれればよかったのだがな。後悔するには遅すぎる。ああ、そうだな。いずれにしても気をつけてくれよ。わしは心配で仕方ないんだ。さらばアント。ここにいたのか。話を聞く機会を欲しい。戻ってこないと誓った。その誓いをあなたのために二度も破った。いつもに増してな。ミーガ、長い間誰からもその名で呼ばれてきた。だが偽名だ。本当の名はビリー・ラーク。どこかに書かれていたのを見た記憶があるな。遠い昔だ。ああ、話すとは思ってもいなかった。だがあなたには知る権利がある。15年前、私は雇われ暗殺団の一員だった。金で人を殺していた。死に値する人もそうでない人も。ダンウォールのスラムで一文無しだった時、当時のボスに拾われたんだ。また認めたくない過去だ。詳しく聞かせてくれるか。リーダーは暗殺者のダウド。私は部下の一人。奴と一緒にやった最後の仕事は、ダウドによるジェサミンの暗殺か。ああ、言葉が見つからない。あの時に戻り、すべてをやり直したいと考え生きてきたが、できなかった。お前の行いを許すことはできない。だが苦しみは人の心を歪めるもの。今のお前は過去のお前とは別人だ。ええ、皆傷ついた。だが誰もが私やデリラのようになるとは限らない。あなたは決して忘れないだろう。私もそれは同じだ。ああ、お前の言う通りだ。さらばだビリー。ここからは私一人ボートで行くことにするよ。サミュエル王がいてくれればな。
ダンウォールタワーに連れて行って私の胸にある檻に戻せて。そうしよう。デリラは死すべき定めの人間となる。エミリーの母を忘却の彼方に追いやってあげる。彼女はどこにいるか知ってる？小さな棺桶で痩せ細った足を曲げて眠っているわ。父は王国の霊廟に眠っているという。嘘つきめ。受け入れられないよね。あなたはダンウォールへの贈り物、キャンディー箱と同じ価値。私はあなたの愛する人の心に住み、あなたの娘のベッドで眠っている。カルナカで学んだことは、統治する権力は己を必要とする人々に日々奉仕することで得られるということ。私はこの圧政を終わらせに来た、デリラ。泥と悪しき土、輝く時代の木の染料、六本の手で入れ混ぜ合わせ、絵の具を作って風を止め、青と赤とに指染まり、魔法の虹を筆に灯す。アンモニアに高価な銅を浸す。国愛が夢に導く手水を、四本の手で入れ混ぜ合わせ、絵の具を作って風を止め、青と赤と。そうよ、いろいろ教えてよ。少し聞いただけよ。我らがデリラ女王の目は情熱的に燃えていたわ。とても熱心。すごい。蜂蜜とタンポポがいっぱい。とうとうグレーブハウンドの魔術を習得したのね。そうよ。お気の毒なカートリさん。欲しがってるの？それに何のため？教えて。デリラが玉座の間にいるのであれば、エレベーターで行ける。
愚か者。小さなフォークでハグフィッシュを食べてはダメ。どこの卑しい家族があなたのようなバカをこの世に送ったのかしら。申し訳ございません。貴族にふさわしい作法を教わったことがないのです。ここダンウォールタワーでは両家の人々の中で。なぜ教会の中心に木が。成功よ。教会を描いたけれどそこに木を描き出した。堕落のルーンを集めれば絵の力をデリラに向けられるかもしれない。絵に描いた教会と石の教会を交換できた。もっとルーンがあれば王国全体に応用できるはずよ。これは私の最大の仕事。世界のあるべき姿を然るべき世界に描き、それを私たちが生まれ落ちる世界、堕落した糞の塊と交換する。誰もがあるべき善良な姿になる時がついにやってきたわ。そう、これを再生すれば機械は実コイルを再充電する。ジェサミンの古い隠し部屋はエミリーの隠し部屋とつながっている。そこを通れば玉座の間に行ける。あなたは私を連れ戻し、この手によって死ぬことになる。ラムゼーか。
下に座らせればデリラが自分で描いた幻想の世界へと連れていくはずだ。自分の世界が欲しいのなら受け取れ、デリラ。デリラは玉座に何をしたんだ。自分の魔術が生む結果を見るときだ、デリラ。玉座にある私の求めるものが、我が正義が、いつも傷つけられ歪められてきたものが今完全なものとなる。ずっと長い間待っていた。我が歌を歌い、我が身を洗い、我を崇めよ。楽にしろ。全部説明する。町で最も優れた市民たちが生き残ったことで、カルナカを訪れていた危機は消え去った。審議会の指導で南部の首都は秩序を回復し、サーコノスは再び繁栄し始めた。ダウンウォールでは本人が気づかぬうちに、デリラは父親の嘘など全くなかった架空の世界に紛れ込んでいた。進化は永遠に付き従い、大艦隊と共に戦いに繰り出し、パンディシアンの荒野を旅した。真の首都において公明盛大なる女王エミリーは、繁栄を取り戻した王国をコルボアッターノと共に何十年も治めた。前世紀のアントン・ソコロフは産業に拍車をかけ、王国にさらなる洗練の時代をもたらした。彼は貴族や芸術家や優れた発明家たちと戯れ、得られる全てのものを吸収した。彼はダンウォールに別れを告げ、北の地へと向かった。故郷への旅路で彼はようやく幸福を感じていた。時代を超えた真理がある。答えねばならない問題は必ず訪れる。ミーガン・フォスターが世界から消えると、ビリー・ラークが影から現れ、本当の自分を探し始めた。家族と呼ぶに最も近しい存在を。